映画踊る大捜査線シリーズを語ろう。どうもゆうちゃまです。大きく分けると踊るって1作目から4作目までありましたよね。皆さんはちなみに何作目が好きですか？もうね、僕的にはやはり一作目を推したいですね。あの湾岸署、あの史上最悪の3日間みたいな、一作目ってちょっと最初雰囲気暗くないですか？最初のシーン、内容もなんですけど少しシリアス感があるじゃないですか。小泉今日子さん、あのキョンキョンがサイコパスのキャラを演じてたのがもうね、ちょっとスリリングというかちょっと怖かったですよね。なんかそこが良かったんですよね。なんか一作目が一番ドラマの雰囲気に近かった感じはするんですよね。なんか2作目3作目あたりからこうやっぱお台場も発展していって、なんかドラマの雰囲気もちょっと変わっていった感じがするんですよね。お台場の発展は嬉しいことなんですけど、なんかちょっと寂しかったですね。だからかな、あの1作目ってシリアスとコメディのバランスがなんか絶妙で良かったんですよね。続いて2作目、もうこれが一番有名ですよね。レインボーブリッジを封鎖せよ。レインボーブリッジ封鎖できませんってね、あの青島くんが言ってましたよね。なんかモノマネだとさ、やっぱりめちゃくちゃ誇張されてて、山本隆弘さんっていうねモノマネの芸人さんが言ってたんですけど、意外とあっさりで驚きました。あ、こんなもんだったんだっていう、さらっとやってましたよね。あとね、沖田管理官役でマヤミキさん、ヒール役を買ってましたよね。あんなにこう意地悪な役ってあるっていうぐらい、沖田管理官からの室井さんに交代する流れっていうのは、あの見てた人も熱かったんじゃないですかね。頼もしいですよね、あの室井さんの、なんか立場とか関係ないから発言してくれみたいな、あのいいですよね。あの所轄を大事にするっていう、本庁から嫌われる考え方なのかもしれないですけど、ああいう人がいてほしいですよね、上司に。3作目は今までの犯人が解放されたり、4作目は踊るのラストの映画っていうこともあって、どちらにも面白さあったんですけど、3作目4作目はね、枠さんが出てないのが、そこが寂しいんですよね。映画公開につれて時代だったりお台場がだんだん活気づいていくのも良かったんですけど、やっぱり僕は一作目一番好きです。でもフジテレビのドラマが盛り上がってたんでしょうね。踊る大捜査線ってそんな映画だったんだと思います。スペシャルとかもよくやってましたしね、スピンオフとか。皆さんはまあこういったなんかゆうちゃまの感想を聞いて、改めてどの作品が好きでしたか？よかったらコメント欄で、一作目と二作目がやっぱ好きそうな方多そうですけどね。踊る大捜査線シリーズどっぷり使っちゃってました。ゆうちゃまでした。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。